早速お出ましだね。ねえダグマ、このノイズは見覚えがある？ああ、うんざりするほどな。まずは退治じゃ。励み湧こうとよ。ノイズたちよ、調和の世界に不協和音を、街を壊してしまえ。おい貴様、やっと来たな。デミゴッド、調和の崩壊を見届けるがいい。さあやろう。あなたは何者？
ここで何をしているの？俺は自由を愛する市民さ。調和という名の支配が大嫌いでね。ノイズを呼んだのはお前か？ああ、その通り。ノイズだけじゃない、こういうこともできるんだ。エンブレムを持っているのね。そんなもの俺には必要ない。頑張りましょう。
わしの番じゃ。行くわよ。あいつも聖獣を呼べるとなると厄介な問題だな。だろう、アラシア。アラシア、聞いてんのか？そうね。確かに由々しき問題だ。ユナガマ、ユナガマ。おっと、急展開かな。どこだ？あの男、どこ行った？正体不明の男がまるで魔法のようにノイズを呼び出したそうですね。はい、その通りです。ノイズだけじゃありません。聖獣まで召喚したんです。その男、あと半歩で捕まえられたのに。ユノよ、調停者たちの見解は？問いかけましたが、まだ答えはありません。調停者の世界とこの世界では時間の流れが違いますからね。こりゃ答えが戻ってきてもわしらは生きておらんかもしれないな。でも放ってはおけないよね。自分たちで解決するしかない。あの男が呼び出した聖獣はお羊座神殿の聖獣アルゴンだった。俺の故郷のアルシオンに隣接する神殿だ。ベティラと同じような状況かもね。うん、行ってみよう。ノイズを呼んだ男を探すのが先では？人探しは誰でもできるけど、聖獣と戦うことは私たち以外できないよね。まあな。では私はミグミーを使ってノイズを呼んだ男を探してみましょう。よろしくお願いします。ダグマ、みんなの案内を頼みますよ。神殿は町を経由していくしかない。まずアルシオンへ行く。